2006年9月29日のミニュースをお伝えします。巷で大人気のひろきさんが視聴者の人生相談に乗るという番組がついに放送スタートしました。記念すべき第1回の相談者は EX ヤクザさんです。EX ヤクザさんの恋の悩みにひろきさんは独特の切り口でアドバイスしていました。番組収録後 EX ヤクザさんは長年の悩みがなくなってとてもすっきりしたと晴れ晴れした表情で語っていました。マジ飲みに聞きました。道に迷ってしまって、ここってどこですか？こういうニュース好きです。はい、9月29日のミーニュース、ピラピラがお伝えしました。